始まりました東京アテイさんのオフィシャルチャンネル、ということで、はい、今日もよろしくお願いいたします、はい、ということで、はい、前回に引き続き、はい、メモ帳を、携帯のメモ帳を見ていこうという企画で、うん、前回は正午編で、はい、今回はタケル編をやっていきたいと思います。メガネがどんどこどんどんどんどこどんどん近づいたらどんどこどんどんどんどこどんどんどんどこどんどん、わ、すごいメモしてんね。そう、結構メモしてる。2016年、あ、2016年から。12月22日、羊でそんなに喜ぶの狼だけぞって多分どっかで言いたかった、ね、言いたかったやつかな、ね、哲学の先生に確認取る、テスト出られないことを。あ、だから大学行ってたから、要は多分まだ大学行ってて忘れないために多分メモしたんだと思う。もう2017年の1月13日ですよ、うん、パチンコのルール、毎月2万まで、1回の滞在時間1時間まで、スラスラと、これだけ守れるなら何日行ってもいい。ダメだよダメだよ、むちゃくちゃなこと書いてるわ。月2万までで、そうだ、1日1時間だけを守れるんだったら毎日行ってもいい。むちゃくちゃなこと言ってる。2017年1月15日にもう8ゾンビ2マイケルのメモがありますね。ゾンビ映画のね、ゾンビ映画のネタだね。あれもうだいぶ前のネタだからな、うん、1月16日、1月13日がパチンコのルールです、はい、で1月16日、うん、今月はパチンコ終了って書いてある。多分2万負けたんだと思う。3日で2万負けたんだよ。すっごい負け方してるんだよ。3日で負けたんだ。占い多分したんだろうね、うん、この日に。ソウロでしょって書いてある。ソウロでしょって言われてるよ、占い師に。これ、いや、占い手相でソウロわかる。多分、あ、俺これ多分あの良くないやつで、多分でっち上げ話だと思う。どっかで、あ、占いで早漏でしょって言われたってい う, 嘘、あのエピソードトークしたら面白いなと思って、多分でっち上げで作ったやつだと思う。なるほどね。はい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 。やっぱそのでっち上げって覚えてないよね。なるほどね。本当に身に起きた話じゃないから体に入ってこない。だってその後に、うん、嘘エピソード、そんなやついねえよって書いてあるから。本当だ、良くないね、これは。多分すげえ作ってた時期だと思う。はい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 、はい、身の回りにその面白い出来事が起きないからどうしたらいいっていうので多分エピソード作ってたんだと思う。はあ、だからまだ全然テレビ出れてなさすぎて、そう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 、何でもいいから引っかかれ状態だよね。そう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 。さっき翔吾が書いてた王侍のやつなんだけど、外国の方とあのエッチをすることになったと。で、あの俺毛が濃い、毛が濃いからちょっと恥ずかしくて、まあその外国の方が、女性がこうずらした時に俺のあの毛を見て、おう侍って言ったっていう話を多分翔吾がメモってたんだけど、これも嘘エピソードの。あれ嘘なの？そう、そんなことはもうないから。だからもうこの時期は良くない、もう嘘で塗り重ねてたから、周りのエピソードトークは。あれめっちゃ笑った記憶あるわ俺。2月パチンコ終わりって書いてる。どんだけ言ってんだお前。2月15日は持ったんだ。持ってんだ。じゃあ2万ちゃんとここで終わらせたんだ。持ったんだね。半月は持ったんだ。初心戻るべし。ああ、なるほどね。相方を笑わすためにやるべし。うん。たけるらしさ、2人の交わり方、漫才での、なんだっていうね、うん、うわこれ懐かしい。初めて俺らが自主ライブやった時の手紙のネタがあったんですよ、うんうんうん、俺がタケルに手紙書いてきたって方の台本がある、はいはいはい、ああ、なるほどね。手紙、今日はさ、せっかく自分たちだけの自主ライブということでお前に手紙書いてきたのよ。ああ、そうなんだ。手紙、うん、そうそう、お前にはなんだかんだ感謝してるからさーって言って、じゃあ読むな、黙読。ああ、そうだった、そうだった。こんなんで黙読見たことないから、サンドウィッチマンの手紙ネタとかちゃんと見ろよ。やばいやば、ツッコミとしてやばいわそれ。あったあった、確かにやってたね。ディアトールへ、
トオルは俺の親父やって書いてあるね。うわ、ダメだ。懐かしい。学祭の学生だもん、それやってるの。プロだっつってる芸人がやっちゃダメだもん。いや、ちょっと待って、パチンコ多いわ。2月28日。パチンコすんな。多分言ったんだ。3月は4万で過ごせって。倍になってた。それも書き方が上じゃなくて真ん中に書いてあった。確かに。でパチンコ多いな、お前多分テーマは多分パチンコだね。確かに、ちょやっちゃってたんだろうね、多分。はいはいはい。ゲゲゲの人生って言ってきたって。知らねえよ。勝手にやっとけ、そんなもん。あの真空ジェシカの。川端さんだ。一緒に行ったんだよ、確か。本当エピソード作ってんだね、バカほどグッズがあるとか。すっごいこと書いてるよ。ジジババしかおらん。最低。そんなことなかったからね、しかも。若い人もいたしね。もう嘘、この時は嘘だね、完全に。ザッピー1500円、200円、2000円、あと水だけって書いてある。要は、多分切り詰めてパチンコやってるから、もうそれしか残ってないね。多分そうだと思う。買えるのがあと水だけって書いてある。嫌われてもええから常に全力。裏のタケルを見せるな。お笑いは常に考えろ。秋の日は机に向かえ、2時間は絶対に。先輩との付き合いで自分を探せ。タバコは吸うな。吸ったら殺されると思え。毎日走る。トーク、ひだば、かぐら、ツッコミ、常に考えろ。もう、だからもう自己啓発がすごかったんだろうね。お友達サイヤ人ですねって、これ覚えてるよな。お友達サイヤ人ですねってやつ。何それ。これさ、覚えてない。覚えてない。俺がネタ作りでもめっちゃ参って、もうどうしようなった時あって、その時にタケルが、あ、もうネタ作りやめようって新宿で作ってたんだけど、その真向かいが VR ゾーンで、あー、はい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 、2人で行ったの覚えてる。あー、覚えてる覚えてる。そこで、あのドラゴンボールのカメハメハ撃てるっていうやつ、あ、分かった分かった分かった。あれで最後タケル対戦するみたいなやつで、俺が超作るの上手くて、バーンバーンってやって、タケルに一発も打たせずに勝ったんだよね。うんうんうん、そしたら、こう、キャストの方がタケルに向かって、そうそうそう、お友達、サイヤ人ですね。って言ったっていう話だ。そのタケルが、うるせえって言ったんだ。そう、うるせえって言ったんだよね。あ、俺そこまで覚えてないわ。これも、ちゃんと理由があるの。うるせえって言ったのも、あの、プライベートから突っ込めって俺が言った次の日だったから、キャストにうるせえって言ったんだ。確かに、そうか、そういうことか。なるほどね。そうそうそう、何言うてんねん、お前って言った。全部覚えてるわ。2017年8月9日、うん、パチンコ一生行かねえって大負けしたな。パチンコが多い。あ、大負けしたんだろうな。パチンコ一生行かねえ、4万負けたんだぞ、行ったら死んでしまえって書いてあるわ。もうむちゃくちゃだな、お前。負けたんだな。と、江戸時代に日本人の、あ、カッパのこと書いてんだ。キリシタンの要素、水をかけ身を清めるとか。あ、伝説のおはあにきっていう番組に僕が妖怪博士として出た時た、ね、で、俺ただ妖怪は好きなんだけどそんな詳しくなくて、うん、俺が喋ると、あれ山寺宏一さんが MC で、俺が妖怪の知識喋ると山寺さんがそれを超えてくるっていう現象がもう多々起きてもう最後みんなでこうゲー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 のゲーって楽しく歌うんだけど、みんな右行ってるのに俺だけ左行っても頭ガチンになるっていう、もうむちゃくちゃな最低のひだばをしたんだよ。そう、世界で一番ひどいひだばなんだよね。そう、あれちょっと俺もうあれ忘れないもん。だからもう本当に妖怪博士で出ちゃったから、だから本当にその本当に得意なことを、でも妖怪博士で出てこの量は少ねえって、やっぱり確かにね。モロハ歌手、この2018年ぐらいからタケルの声とモロハっていう歌手の声が似てるってなって、スシローの CM をやってたからモノマネでいけるんじゃないかで、モノマネしろって言ったのをメモしてるわ。なるほどね。モロハ歌手、スシロー。あとズン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 、どこ落ちどこだ。あの氷川きよしに、ナイツの花輪さんに似てるって言われて、その時期氷川きよしのなんか一発芸みたいなのを考えてたね。雷の助言、しっかりしたやつは色って書いてある、ね、うん、あ、だからそのどっちも、俺がボケた後タケルが変なこと言ってたから、そのしっかりしたやつはいた方がいいよっていうことを多分たくみさんかまたみさん、多分アドバイスいただいて多分書いたんだと思う。でも下が嬉しいよ、うん、おもろいから安心しろって書いてある。あー、なるほどね。これはいいメモだね。いいね、いいね。やっと出たよ。確かに、いいメモが。確かにな、めっちゃいいメモじゃんこれ。
2019年11月24日の M1 前に急遽入れたくだり、言語をもてあそぶなって英語で、はいはいはい、それメモってるわ、ちゃんと偉い。覚えれなかったのか何なのか分かんない。なんでこれが言えねえんだよ。やっぱもうやり慣れてる形がある。ああ、ポケモンカードはポケモンカードでもポケットモンゴル車ドイツ製という意味かって。もう一回言いますよ、はい、ポケモンカードはポケモンカードでもポケットモンゴル車ドイツ製という意味かって書いてます。どういうことですか。一時期インスタで写真に突っ込むみたいな、写真をね、もらって突っ込むみたいなやつの多分1個。ポケモンカードは多分ポケモンカードの、思い出した、あ、ポケモンカードの、落札額がなんか560何万円みたいな、うん、って出てて、ポケモンカードはポケモンカードでもポケットモンゴル社ドイツ製という意味かって。これはいいんじゃないですか、素晴らしい、うん、これちょっと今最近やってないんだけど、またちょっとちゃんとやろうかなと思って。なるほどね。そう、カワハギ専門ホラー映画、口先のハートマークのジャケシャカって書いてる。どういうことですか、マジでこれ。カワハギの口がめちゃくちゃ並んでる、カワハギってわかる、魚の、うん、さばいた後の口だけのでできたハートマークがあったの。カワハギ専門ホラー映画のタイトルは、そう、口先のハートマークという映画のタイトルのジャケシャカっていう。そう、なるほどね。意外とこう自己啓発をちゃんとやってるんだなっていうのと、パチンコ行っちゃうんだけど行きたくないっていう意思はちゃんと書いてるっていうのが偉いですよね。そう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 、2020年にも書いてあるわ。え、パチンコとか本気のパチンコやめって書いてある。2020年で立とうとしてんだろうね、多分。でも本当に最近は行ってないし、行ってないし、タバコもやめた。そう、タバコもやめたし、多分本気で2020年から本気でやってる、やめよう。はい、なるほど、なるほど。ちょっとね、メモ帳面白いね、やっぱり、はい、ということで、以上東京亭さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。